爪が遂げるという早研ぎ、数秒で溶けてしかも絶水になるというね、しかも壊れない嬉しい届く爪ではないでしょうか。さあ欲しい方はご覧の宛先まで。さあということでポイントを見てみましょうか、はい、さあ先生さん、そしてコメンテーターチームの8ポイント、いよいよ来週どうも上げてきたんじゃないでしょうか。ですね、青山さん、はい、3度目の正直狙ってるんですね。そうですね、ここからまた追いついていきたいと思います、はい、本当ですか。さあということでテレビをご覧の皆さんは誰が先に10ポイント獲得するか予想はがきに書いて送ってください。見事当てた方の中から同五感プレゼントいたしますよ。ご応募お待ちしております。以上、音村さんと清陽さんでした。